すごい、エタさん、高田山さんがいきなりクマ投げてくれてる。のぼりもありがとう。すごい、しょっぱなから。ちょっと、よし、これで電波はいいかず。国民さんもありがとう。こんばんですけど、22時にしたんでした。よいしょ。そう、みかんの剥き方があるから、遅い方が嬉しいなって人が結構いて、なるほどってなったんで変えました。おかえりみんな。もうそろそろお家にいる人が多いかな。解散もありがとう、クマ。10クマ。クマ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 。すごい、今1位がヒルアンドンさん。初めてかな、1位来るの。ヒルアンドンさん、シミシミさん、たっちゃんがベスト3にいます。ありがとう。ブーン。ということで、今日の3枠目かな、配信が始まりました。こんばんは。ペンライトもいい感じ、かわいい。 ありがとうございます。始まりました。よし、告知しよう。こんばんは。こんばんは。告知をします。間違えた。スクショしちゃった。画像保存しようと思ったら。こんばんは。配信始まりました。今日ラストです。よし、ストーリーで告知をしました。よし。お、雪だるまさんもくまありがとう。すごい、ポテチさん。くま、ありがとうございます。くまくま、僕はくま、くま、くま。ワンダレーさんもだ。めっちゃ投げてくれてる。月谷さん。なんて読むんだろう。月谷月さんさんもありがとう。すごいよ、早いよ、早いよ、みんな嬉しいね。あと、あきさんもだ。ありがとう、くまちゃん。パカパカメガネ、通称カメ。 すごい。雪だるまさんも言ったし、合ってるかな。どうぞ。まちゃみーさんだ。ありがとう、くまちゃん。タグちゃんって、おいしい箱推しだって、北海道か。ありがとう。トールさんもだ。くまー、くまくまー、ありがとうございます。 Thank you。 すごい、ここに来てヒルアンドンさんとしみしみさんとたっちゃんさんとランキングがだいぶ変わりました。あ、1位が解散で、2パカパカメガネさんで、3位月谷月さん、4位ヌブリンのタグちゃん、結婚してって。結婚だ。ここに来てなんか新しい方が現れだした。心強いね。ありがとう。すごい、流れ星も流れてる。
現在、ご飯、今日は朝起きて、今日何しよっかねって話をして、あ、ぶっちょさんも雲ありがとう。あの SK ゆくま、右手上がってるやつ、今おとさんが投げてくれた熊の方を投げてもらい、今集めてます。嬉しいよ、もくもありがとうね。そう、 SK クマを集めておりますね。え、やっぱ私のファンの方たち初心者多いんで、みんなで教えて頑張ろうね。のりさんもありがとう。クマでものわりにマジ大健闘じゃない、2位だよ。ロドッキーさんもありがとう。クマめっちゃ大健闘じゃない。なんかね、そのショールームのイベントをやるって言ったら、ファンの人たちがみんな、なんか自分は握手会やったんですけど、焼肉さんもありがとう。クマクマ食べても美味しいしね。なんかみんなその勝手がわからないみたいな、不安だけど頑張るねみたいな、初見の人もありがとう、すごい言ってて、で私も実際わかんなくて、そのメンバーのイベントとか出たことある子にこう話聞いたりしてたんですけど、蔵之介さんもありがとう。ナイスクマやで、 SK グマ。トロネオさんもだ、トロネオさん。そう、わかんなくて、でメンバーにも聞いたら、そのイベントでどうも変わるみたいで、私たちもわかんないかもですみたいな。マーさんもありがとう。それこそこうアヤとかも教えてくれたんですよ、そうこうですよみたいな聞いたら、けどその後からわざわざ、すいません、イベントごとにちょっと変わるみたいで、あの教えたこと間違ってるかもね、ごめんなさいみたいな、すごいわざわざ言ってくれて。たけしさんもありがとうね、くま。そうで、だからファンの人になんかアナウンスして実は違ったも怖くてできなくて、どうしようって言ってたんですけど、まさかの2位っていう初日にさ、結構スカッとしたさ1位を取れて、それもあってなんかみんな戸惑うみたいな、逆に戸惑うみたいな、ええーみたいな。ともふみりょうさんもありがくま。そうでも最終日のラスト1時間ってもっとすごいんですって。マックスさんもありがとう。 MAK さんくまくま。そう、最後までね気を抜けないのがショールームイベントだよみたいな、ラストの1時間はやってねって。そう、最後の方が怖いよね。ベンちゃんもありがとう。ベンジャミンって書いてある、ベンジャミンバトンの数奇な人生。アンニョン、センキューセンキュー。そうって言ってたから、ちょっとペース配分が私もその想像以上らしくて、ファンの人たち自身もねちょっとつかめてないんですけど、まあでも現状楽しくやれてるから、それが一番。あら、ミッチーもクマありがとう、嬉しい。今ね SK グマっていうのを集めてまして、右手がこう上がってるクマさん集めてます。よかったら今度そっち探してみてね。ありがとうクマ。最終日はアニメーションアイテムは避けた方がいいって、だから重婚が蒲田とできるのは最終日の前まで、土曜日までです。私と結婚したい方はあの今のうち結婚はしといてください。結婚しようっていう、そのこのチューとか可愛いやつもせっかくならいっぱい遊びたいんですけど、ちょっと最終日はダメみたいなので、おすすめはできないらしいので、ペース配分気をつけようね。嬉しい、熱狂し10年だって。じゃあ選挙とかも通ってきた人だ、心強い。カキが可愛いんです、今日はカキと一緒。実は家にね、減らそう減らそうと思っても意外とぬいぐるみがいるので、あのこの機会にちょっとずつ紹介していきます。今日はカキちゃん見てたら、カキが食べたくなったので、いいぜ結婚しようじゃないか。すごい数の結婚来ちゃった。カモンの助さんもありがとう。クマ最終日そんなに甘いんだ。またインドネシアの人だ、ハローようこそ、結婚結婚ありがとう。インドネシア知ってるよ、なんかアジアン料理好きなので、あの多国籍料理のお店とかでもよく目にします。インドネシア最高で、わあきさん、またくまちゃんありがとう。土曜日まで結婚しまくりビギナーの人がお花とか振ってくれてる、もちろん。
喜んでやで。ともやんありがとう。ひめたんペロペロって書いてある名前に、ひめたんペロペロしつつかまとをめでるね。あ、みっちーさんまたクマ、あの SK グマっていうのがあるのでそっち探してみてください。あれ韓国語あるけどごめんなさい、ちょっと読めなくて。ありがとうね、気持ちが嬉しい。ブッチャさんもありがとう。あ、そうそう、ブッチャさんが投げてるこのクマだよ。合ってる合ってる、ありがとう。そう、ゆきさんもクマありがとう。クマクマクマ嬉しい。みんなもハートとかキラキラ集めて。エスキーグマはね定番に入ってるらしいです。今1位になった。うわー、あ、1位でカキちゃんとの写真が撮りたい。で撮れないのかな、なんか出ないかな、1位みたいに。もう出た、出ちゃった。カキとそれで撮りたかった。あー、もう一回出るの、まといつも遅い。1位です、よっと。あ、こっちだ。なんかいい感じにスクショ、ちょっと頑張って撮れたら撮ってください。1位だ、1位だ、1位になるとカキが加速します。1位、あ、1位、あ、まちゃみさんも追い込むありがとう。はじめましてって、なんて読むんだろうこの YA なんちゃらみたいな。追い上げたぜ、イエース、私が1位です、イエイエイエイ。結婚してってきた、ええー、よ、いいでしょう、結婚しましょう。こんばんは、今ちょうど1位になりました。オースティンさん初見になって、今日はカキと一緒です。カキを食べました、さっきの配信で。美味しかったね。 X とかさ、インスタにさ写真載せたんですけど、見ました、見た、めっちゃ美味しそうじゃないですか。てか美味しかったんですよ、生きがいありがとう。結婚しような、そう、めっちゃ美味しかったので。そう、カキ、これはね UFO キャッチャーでゲットしました、去年の夏。めっちゃかわいいの、チュー、かわいい。そう、焼き浸しの焼き目もいい感じで、すごいいい感じだったんです、我ながら。もう絶対美味しいっていうのが写真からもわかるし、実際とんでもなく美味しかったご飯。そうだよ、私と結婚できる世界線はこのショールームだけですね。冬っぴ優しいよね、本当に。こちらこそありがとうございます。冬っぴからもらった柿の炊き込みご飯でした、めっちゃ美味しかった。私ね、味付けちょっと濃いめだからね、なんか、まあ、ショールームでは飲めないんですけど、お酒飲んでも多分美味しかったと思う。家にねお酒あるのにね、ショールームじゃね飲めないんですよ。そう、悔しい。あ、なんか情報入ったんですけど、そう、ここでは結婚できる世界線です、だから鎌田と重婚して。そう、今回の企画のハッシュタグみんな知ってます？鎌田と重婚してザギンで指数です。いい女優になって銀座で寿司を奢れる女になるっていう話をしたところから、あのショールームのアンケートを取ってそうなりました。音楽さんとの結婚です。そうでね、ちょうど監督がちょうどお寿司の映画も撮ってるから、いいアピールになるんじゃないっていうことで、結婚結婚、蒲田と重婚してザギンでシースになりました。かわいい、ほんとこの柿。あ、でね、夜もルーム回るとあのボーナスとかあるらしいんで、いい感じにこの時間見てくれる方はね。でも連れてってもらうさ、お寿司もいいけどさ、そう、やっぱ人におごれる人間になりたいね。うん、と思わない？かっこよくない？結婚です、結婚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 。
ハロー、 I'm Japanese idol、 こんにちは。もしかしたら結婚、今度どっかで英語を話しているカバとか見れるかもしれません。わかんないけど、かもしれません。かも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 。めっちゃ簡単な映画だけど、回らないお寿司ごちそうできたらかっこいいですよね。そう、結婚でもいっぱいするから重婚っていうことで、ハッシュタグはかまたと重婚してザギンでシースーです。なんかあれだけ見るとさ、本当どういうことってなるじゃない。そうけど、まあいいことです。結婚は幸せなことですからね。そう、でもこのイベント終わったら個人的にお寿司食べに行こうって決めました。まあ結果はいいものになると私は思ってるんですけど、気持ちよくお寿司を食べれたらと思います。イエイ、楽しみ。そう、なんか配信をしてお寿司を食べるのもいいなって思ったけど、ちょっといいお寿司をカウンターとかで食べに行きたい。うん、ちょっといい回転寿司とか行きたいな。おかえりなさいな。あら、たけしさん、くまちゃんありがとう、センキューセンキュー。そう、あくまで私が今行っても大丈夫ぐらいのお寿司で行きたいと思ってます。はい、楽しみ。そしたら写真ちゃんと載せるね。うん、待っててください。楽しみ。お寿司が、美味しいお寿司を食べたいですね、来週あたりに。ちょっと来週いろいろ頑張ることがあるので頑張ります。高田山さん、クマ10体ありがとう。クマ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 10回ぐらい。ちょっとよ、寿司、寿司三昧もいいね。ね、お寿司屋さん美味しいとこいっぱいあるもんね。立ち食いで行けるようなとこでもいいな。関東にね、美味しいとこあるんですよ。でもそんなめっちゃ高くないのだけど、フラット入ってこう、まあ時間によっては並んじゃうんですけど、ところが、まあ、駅近とかってわけじゃないんですけど、一軒好きなところはあって、メンバーとは行ったことないの。ほんと一人で入ってフラットで、アナゴが美味しいんですけど、アナゴ2回とか頼むと、その大将さんが美味しかったんでしょって言って、なんか別にそんな愛想言い方じゃないんですけど、美味しかったんだねって言って、こうニヤッとしながらもう一貫出してくれるって、いいお寿司屋さんがあります。あら、カツーさんもクマ10個もありがとう。クマだー、クマだー。だしさ、なんか愛知とかと比べると、駅に、あ、取れる、牡蠣と1位が取れる。あ、でも私が下手くそ、どうしよう。牡蠣と1位取れた、 OK、 ありがとうね。カツーさんのクマもいい追い上げになったんでは。イエ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 イ。そう、からそういうとこ行きたいな。ジュクマクマクマ、ありがとうございますね、嬉しい限り。頑張りますので、イベントこの調子で、今のところ早起きもいい感じ。イッサムは3クマ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 、ありがとうございます。生物は大好きですよ、青魚とかも全部。お酢はね、あんまきついと苦手なんで、きつくないのが、酢締め、酢とかで締められちゃってるとちょっとあんまなんですけど、酢飯は全然大好きなので。そう、ちょっとさ、シャリもさ、こう種類があったりするじゃない、お酢の種類で変わったところとか、ああいうとこフラッと入っても、関東の立ち食い寿司は美味しいなと、愛知にはない文化でいいなって思います。うん、美味しい。赤いね、おしゃれ、シャリもダメ、いけます、全然ダメじゃないです、美味しいすごい、もうまだ3日目なのに終わった後のご褒美の話してる。キヤン、楽しみ、結婚しような。
結婚しような、ニヤニヤ、なんかさ、ニヤニヤじゃない、ニコニコしながら言ってるからいいけど、これ真顔で言ってたら結構怖いかな。結婚しようなって、結婚しような。 S さんもありがとう、嬉しい、こういうのね。でもこの本当こういうスタンプ系モーション系は平日土曜日ぐらいまでしか遊べないので、最終日はちょっとなんかもっと修羅の国になるっぽい。抹茶さんもありがとう、抹茶味美味しい。あら、抹茶さん多分9体と1体でくれるけど、多分間違えたでしょう。まとめて投げようと思って、あ、1個投げちゃったってなったやつ、ありがとうございます。牡蠣と一緒に楽しくやらせていただいてます。最終日はね、もうちょい、最終日ってじゃあ何すればいいんだろう。こんな喋ってられない、ショールームでコメントができない、みんなもどうなの。なんかギフトでさ流れすぎちゃってさ、できないのかな、どう思います。このイベントが終わったら結婚するんだは死亡フラグじゃん。リアルの結婚は遠い世界、それは私も一緒だって、アイドルだもんギフトでコメント打てないんだ。じゃあそれでも楽しんでもらうには何したらいいんだろう。なんかみんなが流れ作業みたいにこう多分画面をタップしてる合図の時も喋ってたら、じゃあなんかモチベ上がるようにいろいろ喋ってた方がいいのかな。うん、どうなんだろう。それかなんか関係ない楽しい話の方がいいのかな。国民さんありがとう、ね、でもきっとそれってさ、その時にさ今みたいに1位でいるかさ、自利品の1位かもしれないし、ポイント差がほぼない。抹茶さんまた10体もありがとうね。だしさ、なんかそれによって変わるよね、きっと。楽しくさ、いけいけゴーゴーって言ってたらあれだけどさ、何なんだろう。それかもう最終日カラオケとかにしちゃった方がいいのかな。プラティパスさんもありがとう、くまちゃん2体 Thank you やでー、いつもありがとうやでー。どうなんだろうリベンジうまくいってるありがとう。そっか、ラスト5分にドラマがあるとか言うなら、何、ランニングマシンで走ってればいい。それかどうなの。それも多分ねできるよ私、環境的に。ランニングマシンで走ってるとかも全然できるあ、そう、マクロスの歌姫状態、そういうことそう、私走ってるのとちょっと歌ってるのは同居できないんですけど、私がただ走ってるっていうのはできる、全然できる、いけるいける。はじめまして、初見です。センキューやでー、並んでゴールぐらいのこう勢いで走ってたらいいの生き残りたいって私が歌ってたらいい。ね、カラオケ配信ってさ48の曲しか歌えないんだっけ。カラオケ配信にしてもダムでやってもどっちだっけ。ちょっとワンタワーにつき速度1上げるは死んでしまう、私足遅いんですよ。 0.1 とか上げればいいのかな。ライオンとかは歌えない、私歌ったらバンされる。そうなんだ、法廷とかのみか、あとなんか他の秋元先生縛りか。あ、なるほどね、弾幕の中歌うのは確かに上がるのかな。そう、ガラス割れとか歌えばいいかなああいうの上がるよね。そうそうそう、じゃあカラオケって予約取れるのかな。人から行ったことないんですよね。ありだな、そう、ありかもしれない。そう、カラオケルームに最終枠をしちゃうっていうのはどう？
そう、もうみんなが弾幕を流してくれてるつもりで歌うニコ動みたいな初見どうも、まら国民さんありがとう、かきちゃんにラブ、かきちゃんの腹にラブを刻む、かわいい。どうだろう、そのリアル生き残りたいはちょっと、まあでも部屋取っといて損はないか。他のメンバーと最終日のその最終枠はちょっと気まずいな。あら結婚しちゃう、どうも。そうだって結果とかもさ、その子と一緒に聞くことになっちゃうわけじゃん。ちょっと申し訳ないな。それはトールさんもセンキュークマ、かわいいクロミちゃんのアイコンだ。アザミンさんもありがとう、なんかこのフォルムみたいな。そう、お礼の嫁ねえから一人がいいなと思います。それかこのカラオケ機能でやる。ムキ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 、そっかあれか、隣の部屋の音でバンとかもあるの。そうなの。葵さんありがとう、チーズくんなんだって。チーズくん、あら1位が抹茶さんって人に変わった。あらどうも抹茶さんありがとうね、突然踊り出てびっくりだわ。そう確かに最終日バンは怖いよね。じゃあちょっとカラオケルームはやめましょう。そうラストスパートバンはさ、うーってなるよね。だからギフト持ったまんまさ投げれなかったってなったらちょっと一番申し訳ないんで、その投げることはねこうありがとねって感じなんですけども、その持ったまんまになっちゃうのはちょっとほんとただただもったいないから、やめよう。みんなとこうやって相談して決めてきますね動きは。で、ね、最終日はね夜7時からやれると思います。のつさんありがとう。週末はとりあえず日曜は夜7時から7時59分まで、だから6時59分から7時59分は絶対やります。今のとこ絶対やれます、大丈夫です、安心してください。でやれて、そうちょっと一個仕事がちょっとだけあるんですけど、朝どういうの、日曜日の朝ってやった方がいいのかな、どう思う。日曜は朝昼夜でやりたいんですけどどうでしょうか。朝早いのもありがたい、今夜の人に聞いてもあれか、どうなんだろう。明日の朝とかも聞いてみるんですけど、そろそろ予定決めたいからちょっと明日の朝も聞くね、朝の人たちに。そう日曜日って絶妙じゃない。あ確かに、でも午後3時までには1回やらなきゃなんで、多分お昼ぐらいに仕事があるんで、まあ、12時半とか1時半ぐらいには昼はやれるんですけど、有識者の皆様教えてください。最後集中か分散かどっちがいいんでしょう。朝昼夜って30分ずつとかでもやった方がいいのかな、どうなんですか教えてください。だってその間にさ他の子が挟んでさランキング変動してたら見た、もう一回頑張ろうってなるよねきっと。どうなんだろう、他の子の様子も見た方がいいのかな、どう思う。か前日の動向もあるよね、まあ、朝はじゃあ一回昼一回夜は絶対1時間取るでしょ、むずくない、
可愛いでしょ、柿の赤ちゃん UFO キャッチャーでゲットしました。今日柿ご飯を食べたのでずっと一緒にいます。そう、最終枠は絶対1時間やるって決めてる。じゃあそう、いっそめっちゃ分ける、30分とかで超刻む、その日一日私のために時間くださいってことにして、ちょっと申し訳ないんですけどね、最終枠は絶対1時間で、他の子の様子を見て15分刻みでバンバンやっていくっていう、で常にランキングの順位を繰り上げていくことを目標にやるっていう超追い込み型なんですけど超追い込み型なんですけど、そしたらさ、日曜日用事ある方もさ、隙間に見ていけたりもするのかな、どう思う？私10分刻みとかでも多分ね最終日行けちゃう。こんばんは。そう、ゴリゴリの追い込み型もいけるんですけど、初見ですって。ね、ショールームのこうイベント詳しい方教えてください。最終日はどういうことでしょうか。そう、超小刻みにやって常に順位更新を狙うっていう戦法を取ろうか悩んでるんですけど、夜は1時間は絶対組みたい。あ、15分はやらないと1枠にならないのね。から夜はマスト1時間絶対15分はやらなきゃいけないので、まあその2時間を4回に分けるとちょっとリスキーなので、3回って考えて15分以上をやるっていうのはどうなんだろう。なるほどな。そう、は元気もりもり宮崎さん、くまちゃんありがとう。分割してもやっぱ34本とかの方が無難なのかな。20分6回とか、20分6回が無難かな。いいのかなそれは。あら、福さんもクマありがとう。すごい、クメソキスミさんがめちゃくちゃ流れ星を投げてくれてる。センキューやで。そして1位にずっと輝く抹茶さん。あ、2位高田山さん、高田山さんに変わった。3位もカッツーさんありがとう。あ、そう、ノブリンさん書いてくれてるみたいな、こういう細かい配信どうなんでしょうね。でもありなのか、先方としては。ちょっと今夜の人に聞けたので、明日も朝やるんですけど、朝の人たちにチュー聞いてみたいと思います。ありがとう有識者のみんな、わしやで一日中で。なんかカラオケボックスとかも行こうと思ったけど、隣の音でバンが、そう、怖いので避けるとなりました。あんまり分けても効果ない。こう個人的には他の人のランク変動を見て常にランキングの上位を目指すというやり方もありかなと思ったんですけども、15分で抜くのはきついか、20分とかで抜くのはきついかなあ、難しいね。あきさんありがとう。自宅で番はサバンナのヤギさんだけ今のところ、今朝のあれでも笑っちゃった。あれは本当想定外だった。でも楽しかったんで、ちょっと明日も朝他メンバーの
あのショールーム見に行くことはしたいと思います。嵐じゃないけどそうせっかくさあの48のね他の人と絡む機会があるので、うん、そっか、昼間にリードしても最後の枠に変わるから最後90とかにしても一緒なんのか。なるほどね。あら、たけしさんまた雲ありがとう。そう、ありがとうね。でもそうカラオケは私のその曲のチョイスじゃなくて隣のお供でバンされてる人とかもいるんだって。それを最終枠でしちゃうのはもったいないのでやめときます。最後集めとかにしよっかな。最後じゃあ1時間半とかにしようかな。であとの、1時間半をだから朝と昼で分けるとかでいきたいと思います。今のところ。明日朝の人にも聞いてみるね。日曜日のお時間どんなって感じで。ありがとうございます。そうでね、あ、時間がもうなくなってきちゃった。これピオリンじゃないの、貝な、貝、柿。ちょっとモバメ送りたいと思います。ママやで、私がママよ。今からみんなに SKE メールを送るね。カキとの写真で送ろう。ちょっと待ってね。カメラがなんか起動しない。はい、 SKE メール送ります。カキちゃんはカキだよ。あくまで美味しく食べるためのカキなんでカキです。こんばんは。生ガキです。結婚だ。こんばんは。今 SKE メール送ってます。もう柿の赤ちゃんです。あら、国民さんもクマありがとう。 Thank you。 メール送るから待っててにん。そう、でもここまでの大躍進は本当にファンの人すごすぎてびっくりしてる。やっぱこういうイベント楽しいのかな。選挙とかも私割と楽しんでやってたと思ってるんですけど。エッシさんありがとう。クマちゃん、うん、確かに選挙まで行くとヘビーすぎたかな。けどパッションフォーユーとかはそう楽しくやってた気がする。
んばんは、今モバメやってます。結婚、みんなのことをそれで育てたね。印象深い選挙ね、すごかったよね。こんばんは、今井スキーニエルです。高田山さん、ありがとう。くまちゃん、こんばんは、今井スキーメール送ってます。よし、メール送りました。きっと届くはず。かわいいって、パカパカメガネさん、ありがとう。3つだからパカ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 メガネだね。センキューやでー。イエイエイエイ、メール届きますように。そろそろ届くと思います。チュリース送った。どれぐらいで届くかな。写真2枚、今撮ったやつ、ピシピシって撮ったやつをそのままつけました。いつもね、スキーメールの写真はこんな感じ、ペペって撮ってその場でペペって送ってます。か、公演の時の写真とかいっぱい撮るけど、なかなか使いどころがなくて。そう、楽しみにしててね。よいしょ。え、そうなんですね。ね、あれあれ、さっき引用ちょうどしたんですけど、あの今年もね、ガラスガールっていう、あのなんだっけ、サイトっていうのかな、アイドルウェブマガジンさんの AKB48 グループメンバー最強のラジオパーソナリティは誰だ2024っていうランキングがあって、その48グループとかアイドルちゃんたちがめっちゃお世話になってる犬飼さんっていうライターさんがいるんですけど、その方が作ってくれたあのランキングで2年連続ラジオパーソナリティとして1位をいただきました。やったー、嬉しい。1位です、イエーイ。2連覇取りました。桜橋919が2連覇です。やったー、嬉しい、とっても嬉しいです。で、あのちょうど先週の桜橋で撮った自撮りが使われてますので、よかったら見てください。おめでとう、だってありがとう、嬉しい、連覇しました、やったぜ。そう、連覇になりまして、そう、先週ぐらいに、週中ぐらいかな、そのガラスガールさんから、あのそう、写真の提供お願いしますって来て、鎌田さん写真くださいって言われたんですけど、普段ブースで撮る写真っていうのが、あの記事用とか桜橋の公式用の写真以外で撮ってなくて、私はすごい初見の方とかがお祝いでおめでとうって言ってくれてる、
そう、あの撮ってなくて写真がなくて、なんでこうこの前送って、それほやほやが上がりました。嬉しい、あめっちゃ幸せです。やっぱ嬉しいで頑張ってること認めてもらえると、キャン。私なんか SKE のラジオ、ラジコで聴けるもので基本ランキングはおめでとうすは嬉しいわ。ちょっとラジオリスナーとしても、そう8時間超えで SKE のラジオっていうのが毎週聴けるようになってるらしいんですけど、計算上そのうちの2時間が私って考えたらえぐない毎週ね2時間生放送ラジオさせてもらってるんですけど、 SKE のラジオの放送してる時間の合計が8時間何分ってなってて、そのうちの2時間が私って考えるとえぐいと思って、改めてなんかこんだけこう喋る環境いただけてるってとってもすごいありがたすぎることだなと思って大感謝になりました。本当にそう、あのね嬉しいんですよ。もうこの人しかいないだろうぐらいの勢いで記事でも1位の話をしてくれてて、なんかラジオとか喋りでもっと花開いてほしいなみたいな、他局の人もどうですかみたいな、鎌田さんのラジオやらせてみませんかみたいな話書いてあって、本当個人的にはこう週1回2時間も嬉しいけど、もっと他局さんで番組持ちたいって気持ちもあるから、そうなんです、めっちゃ嬉しくて、ああやって書いてもらえるの、ぜひ他局さんもどなたかが私スポンサーやったるでって方いましたら、ラジオ局さんにお話持ってってください。鎌田さんどうですかって、とっても嬉しかったです。嬉しい、私その SKE の持ってる8時間のうちの2時間に貢献できたって思うととっても嬉しいです。頑張ります。のぶりんありがとう、くまちゃん、うん、なんか毎週2時間だから本当になんか日常的にずっと考えてるところもあって、すごいこうラジオにどれぐらい時間割いてるのとか、なんかね握手会とかで聞いてくれる方もいるんですけど、正直わかんなくて、そうもうわかんないのよ。すごい日常の中にあって、私なんかいいもの見たとか面白いことがあったって時に、これなんて言語化したら伝わるんだろうみたいな考える習慣とかもついて、本当になんかありがたい話です。すごいなんかこう私の習慣が変わったので、ラジオのおかげで、みんなにというかね、ラジオ聞いてくれる人がいないと成り立たないから、とっても感謝をしています。ありがとう、うり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 大感謝です。ありがとうございます。あの1個言っとくと、記事だと2年目になってたんですけど、2年はもう迎えて3年目、はい3年目なんですなんか突っ込むのもさやぼかなと思ったんですけど、3年目なんですよ。ちょっとなんでそれについてはラジオで喋ろうと思う、はいって感じです。ちょっとそこに関してあんま深掘りせずいきたいと思います。でも本当に嬉しいかなって思ったし、あのコロナ禍にね SKE が ANN0 っていうエンタメナイトっていう枠をオールナイトの方でやらせてもらってて、月1のやつで、私はその単発で一回呼んでいただいたんですよ、その時に。そしたらそこから鎌田さん次もお願いしますって言って、あの体調崩してしまった1回を覗くと全部呼んでいただいて、そうなんですよ。そこからあのちょっと時期空いてこの桜橋のオファーはいただいたので、マジで本当に何が起こるか分かんないのがアイドル人生だし、どっかで頑張ると絶対いいことあるなって思えるきっかけになったので頑張ります。私なんか私を知らない方も SKE のファンの方がすごいラジオ聞いてくれてるっていうのは、私めっちゃ素直に言われたこと全部信じようって思ってるの。ギャラクシー大賞取りたい、 いやマジギャラクシー大賞取ったら今一番嬉しい賞かも。でも女優さんになりたいならさ、きっと
いっぱい撮ってみたい賞ってあると思うけど、こう今のやらせてもらってるお仕事で一番撮ったら嬉しいのはギャラクシー。もうとてもとても遠いけど、そうギャラクシー大賞ってい う, もうパーソナリティの最高に栄誉のある賞なんですけど、最高峰、本当に最高峰、泣いちゃうなあ。連絡来た時点で崩れ落ちるかも。だしそうなったらあの独房に死ぬほど大人来ると思うの。普段もねちょっとスタッフ増えたらパンパンなんですけど、あそこに死ぬほどスーツ着た大人が来ると思うとすっげえ気持ちいいね。いやー撮りたい。もう本当にそれにはまだ足りないものしかないから、本当に足りないから頑張るます。嬉しい、いっぱいペンライトありがとう。そう、独房から掴む夢でございます。頑張ります。だしなんか昨日もか、山添さんとかがラジオでそのドラマの裏話とかしてたんですよ。ドラマの裏話をラジオでしてたの。私もああいうのがしたいんですよ。そうなの、ああいうのがしたいの。石原さとみさんの裏話をラジオで話せる芸人、バーカかっこいいじゃない。めっちゃかっこよくない？国民さんありがとう。そう、すっごいかっこいいなと思って、初見ですってありがとう。そう、そういうのがやれるタレントさんになりたい。めっちゃかっこいいって思っちゃった。うん、ああいうのがやりたい。まだくすぶってる自分的には。うん、でもなんか撮れるよって言ってくれる人がいるから頑張ります。ほんとね、頑張ります。星野源さん撮ってたからね。そう、山田ね、ゆきさんの大河ドラマの裏話もそうだし、なんか西野七瀬さんと結婚した後のラジオも聞いたの、めっちゃ良かったの。なんか今だけは喜ばせてって言って、イエーイ俺結婚したよってラジオで叫んでて、めっちゃいいなっていう、こういうの素敵じゃないって思ったし、そう本当に夢はでっかく。こんばんは。そう、ああいうのができるラジオっていいなって。そうだってメンバーの裏話話しても、今の多分普通にラジオ聞いてる人たちってメンバーの名前でもう顔が浮かばなくなっちゃってるんですよ。だからラジオで話せないのから、それがちょっと物足りなくて、私はでっかい SKE になりたいです。なんでそう、 SKE 自体がもっとでっかくなりたい。そう、裏話じゃ満足できないのは今の一般層だから、ファンの人は満足してもらえるけど、今のこういう配信でも足りないから、それじゃ頑張ろうっていう話です。ファンの人と一丸となってもっとできるはず、うんって思う。やっぱ SKE って名前はとっても大きいので頑張ろう。そう、私もラジオでやったーってやりたい。いやー本当にやりたいです。だって他のアイドルちゃんでもさ、レコ大撮ったりしてるじゃん。レコ大撮った後にさ、ラジオあってみなさいよ。めっちゃやばいと思うよ。おお、星が来る、ありがとうって思うのよ。そう、私もそんな夢を追いたいです。私この業界夢見てなんぼですからね。それを目標にしてちゃんと努力をすることが大事だから。今私は目の前にできるこのなんていうの、イベントとかランキングを頑張ろうっていうとこです。かわいい、うりうり。じゃあ明日の配信の予告の時間をそろそろしたいと思います。明日は朝7時半からやります。あずみんさんありがとう。うん、結婚しような。明日朝7時半からやります。朝は7時半で夜8時半までやります。朝の7時半から8時半までやります。 OK ですか？でちょっとね、あの用事があるんですけど、それが日中が決めかねてるので、本当は昼にやりたかったんですけど、ちょっとないかな現状って感じです。で今日がこの時間にやったんですけど、もうちょっと遅い方が来れる方もいるのかな、どうなのかなっていうとこもありまして、はい、なんで
そう、朝は7時半から。もう一回メモしよう、喋ってたら分かんなくなっちゃうから。いいね、朝7時半から半から1時間やります。で夜はまた7時半からやろうかな。夜はまた7時半から8時半でやります。でその後に10時半から11時半なんで、全体的に1個遅らせてみます。うん、30分ずつずらしていきたいと思います。今日見たら出勤時間が8時出勤の方と9時出勤の方がいろいろいらっしゃって分かれてたので、はい、っていう具合です。分かりやすいように朝と夜の時間はちょっと揃えてみたんですけども、どうでしょうか、いけそう？朝7時半から1時間、夜7時半から1時間、そして時間いて22時半、夜の10時半から11時半でやります。そしたらね、最後晩にもならにくいと思いますので、よろしくお願いします。さあ今日のギフト、あと3分ぐらいで投げ切ってください。星だけでもお願いします。あの手持ちにある方はね、無理してはした、無理はダメだよ、絶対に無理はダメだよ、いいかい、無理はダメだよ、無理は良くないからね、わかりましたか、結婚してってなってる。3時間ね、歯を踏み出さないように気もつけます。ありがとうございました。じゃあ明日よろしくね。あとちょっとで終わっちゃう。なんか本当はもうちょっとなんか真面目な話しようと思ってたけど、いつも意外とふざけてたら時間がなくなっちゃうんで、うん、また明日。かきちゃんは今日で見納めなので、皆様目に焼き付けてください。一応スクショタイムもどきを、そう、ちょっとずつぬいぐるみを変えていくという配信です。かきちゃんありがとうって、美味しく食べてくれてありがとう、ありがとう。みんな結婚しような。あ、1位から読み上げよう。お、すごい、ずっとだ。抹茶さん1位、抹茶さん2位、高田山さん3位、ロドッキーさん4位、カッツーさん5位、カイさんで6位、プラティパスさん7位がパカパカメガネさん、8位がタケシーさんの、9位が国民さん、10位がエースさん、11位がトモフミリョウさん、そして12位がアキさんの、13位がノブリンさんです。ありがとうございました。今日もセンキューやで、センキューやで。星はちゃんともうからか、みんなありがとうやでね。なんか1位になってるしね、ほんとすごいよ。ありがとう、1位で今日の配信も終わらせてくれて、いつも1位で終わらせてくれるもんね、感謝してます。昨日ちょっとうまくいかなかったけど、カキが踊っちゃう、カキが踊っちゃう。ちょっと時間過ぎてからさ、画面の写真撮るね。時間いっぱいは楽しくやりましょう。カキちゃんも喜んでる、いろんなダンスを今日で踊れるようになりました。うえ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 、こっちにも動くんだよ、すごくない？カキありがとうって、こっちはもちろんですけど、こっちも動く。うい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 ありがとう。そう、意外とね、わがままぶりすぎないの、かきちゃん優秀な子。ありがとう。じゃあ多分もうそろそろギフトもうダメな時間なので、一回コメントを振って画面写真撮ろう。うん、これでいいかな。うん、あ、充電器のコップ、よいしょ。うん、オッケー、オッケー、これで、あ、もうギフトダメですよ。あの、もうギフトは
換算されませんよ。ありがとうございました。それではまた明日朝7時半からお会いしましょう。夜も7時半からそして10時半です。おやすみなさい。お風呂入ってきます。したっけねは北海道。バイバイ。